皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士のぬのめです。スポーツをする子供を持つ親御さんからですねご質問をいただきましたので回答していきたいと思います。まず1つ目、プロテインって子供が飲んでも大丈夫？2つ目、普通のプロテインとジュニアプロテインって何が違うの？3つ目はジュニアプロテインのおすすめの飲み方が知りたい。こちら回答していきたいと思います。それではまず1つ目のプロテインって子供が飲んでも大丈夫という質問についてお答えします。こちら結論から言いますと大丈夫です。まずプロテインというのはですねタンパク質という意味なんですね。なのでプロテインを飲むというのはタンパク質を補給するために飲むということになりますので、タンパク質というのはもちろんお子様にとってもすごく重要な栄養素になります。体が成長するにあたってやはり体の材料になるものがすごく必要なんですけれども、その中でもすごく重要なものとしてタンパク質を上げることができるかと思います。ですのでお子様がプロテインを飲んでいただいても全く問題ありませんし、むしろ成長にはすごく役立つのではないかなというふうに思います。2つ目の、ご質問、普通のプロテインとジュニアプロテインの何が違うのっていうところなんですけれども、やはり普通のプロテインと言われているものはタンパク質が、メインで補給できるものになっているんですけれども、ジュニアという名前がつくと成長期のお子様をイメージしておりますので、健やかな成長をサポートできるような栄養素が入ってきます。Bレジェンドジュニアプロテインに関して言いますと、カルシウムやカルシウムの吸収率を高めるためのビタミン D、また吸収したカルシウムを骨に定着させるために必要なビタミン K、 これらを入れております。でそれでいて、普通のプロテインタンパク質も、配合されているのが B レジェンドジュニアプロテインになります。またこの含有量というのもですね、タンパク質の量が 11.4g 以上、カルシウムが 600mg 以上と、非常に高含有、これだけの含有率がある、ジュニアプロテインというのもですね、ないかと思いますので、ぜひ、お子様の成長のためにはですねカルシウムなどが入っているものが、よりおすすめかと思います。そして3つ目、ジュニアプロテインのおすすめの飲み方が知りたい。薬ではないのでどのタイミングで飲んでいただいてもいいんですが、私がおすすめさせていただく飲み方の一つとして、スポーツをされているお子さんでしたら運動した後にできれば30分以内ぐらいに飲んでいただくのが一ついいタイミングかなというふうに思います。運動した後というのはですね、筋肉が損傷している状態になります。その損傷した筋肉を早く修復するためにはですねタンパク質が必要となりますので、このタイミングで飲んでいただくと筋肉の修復にもなりますし、また筋肉がつきやすくなるタイミングでもありますので、一つこのタイミングはすごくいいかと思います。その他のタイミングではですね、寝る前に飲んでいただいても結構ですし、例えば朝食しっかりとなかなか食べられないというお子様であれば、朝食の時にジュニアプロテインを1杯飲んでいただくとすごく栄養バランスもですね整いやすくなりますので、ぜひ、そのタイミングで、取っていただけるといいんではないかなというふうに思います。それではですね、今日は3つの、質問にですねお答えさせていただきました。ぜひですねジュニアプロテインお試しいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。